こんにちは、あの街って天国です。皆さん、八王子の有名飲食店を、いくつご存知ですか？今回は、Google の口コミ数が400件超えの、超名店をご紹介。最後には、口コミ数1000件超えのラーメン屋さん、トップ3を紹介しますので、お楽しみに。では行ってみましょう。まずは、八王子駅から車で20分。Google の口コミ数が760件を超える、こちらのお店。大進亭。デカ盛りで有名な中華料理屋さん。先日、今話題のテレビ番組、思うまい店に登場。お店の名物は、丼から溢れ出るデカ盛りメニューの数々。こちらの麻婆丼は、一つの丼に収まらず、別の容器にも入れられていました。ちなみに店主はひろみさんの同級生なんだとか、他にも、ラーメンやチャーハン、定食なども人気で、量が多いだけでなく、美味しいと評判。駅から遠いですけど、大食いならぜひ訪れてみたいお店ですね。続いて紹介するのは、八王子駅から徒歩7分。行列が絶えないこちらのお店。タンタン。Google の口コミ数が540件を超える人気店。名物は正統派の八王子ラーメンで、お値段もリーズナブル。特大ラーメンはびっしり盛られた大きなチャーシューが特徴的な一杯となっています。創業は1980年と40年以上歴史のある老舗。過去には食べログの100名店にも選ばれたことのある超実力店です。100名店といえば、忘れてはならないお店があります。八王子駅から徒歩5分のところに構えるこちらのお店、奥芝商店八王子田代城。札幌名物スープカレーの名店。こちらなんと4年連続で食べログの100名店に選出されたことのある有名店。エビの宝石箱や大地の恵み野菜など、見た目が豪華なメニューを取り揃えています。なお、建物の老朽化に伴い、2022年6月20日まで改装工事中。リニューアルオープンが待ち遠しいですね。お次は、小宮駅から。駅徒歩3分のところに構える、こちらのお店。うなぎ、高瀬。Google の口コミ数が800件を超える、超人気店。事前に予約しておかないと、売り切れてしまうこともしばしば。予約なしでも入れますが、行列ができることも珍しくありません。そのうなぎは、小骨を一本一本丁寧に取り除いているため、ふわふわ食感なんだとか。さすが、40年以上の歴史を誇る、老舗の名店ですね。お次は、多摩都市モノレールの、大塚帝京大学駅から。駅徒歩3分のところに構える、こちらのお店。煮干しそば、虚空。Google の口コミ数が460件を超える人気店。看板商品の煮干しそばをはじめ、鶏白湯そばや、つけ麺も人気。今回は、口コミで好評だった、濃厚煮干つけ麺を注文してみました。麺はもちもちの、ストレート麺。熱々のつけ汁は、煮干しがガツンと効いており、超濃厚。おまけに角煮はトロトロで、忘れられない美味しさでした。今度は煮干しそばを食べに、訪れてみたいですね。お次は、京王堀の内近くの、野苑街道沿いから。Google の口コミ数が470件を超える、こちらのお店。手打ちそば、車屋。1972年創業と、今年でちょうど50周年を迎えた老舗。こだわりの蕎麦は、なんと5種類も用意。東京唯一の脱炭蕎麦や、希少部位のみ使用した、さらしなの木一本など、魅力的なお蕎麦をいただくことができます。他にも、鴨南蛮蕎麦や、だし巻き卵が美味しいことで有名。大通り沿いなので、ドライブがてらに、ぜひ寄ってみたいお店ですね。お次は、片倉から。外観が素敵な、こちらのお店。中華そば専門店、エビスマル。16号沿いに構える、人気ラーメン屋さん。メニューは、中華そば、ネギラーメン、チャーシュー麺、ネギチャーシュー麺の、4種のみ。
シンプルでありながら、クオリティの高い、八王子ラーメンなんだとか。いやー、実は前からここのお店、気になってたんですよねー。ようやく食べられる時が来た。Google の口コミ数は400件超え。駐車場も広く、遠方からも来やすいお店。まだ行かれたことのない方は、ぜひ。お次は再び八王子駅から。同じく16号沿いに構える、こちらのお店。ほっこり中華そば、もつけ。駅からやや遠いものの、Google の口コミ数が760件を超える、人気店。看板メニューの中華そばは、シコシコの自家製麺に、煮干しの効いた一杯。ごまとラー油の効いた担々麺も、人気商品となっています。ちなみに、有名ラーメン YouTuber のすするさんが選ぶ、2021年に食べたベストラーメンという企画では、煮干し部門で、1位に選出。究極の煮干しラーメンと、絶賛されていました。こりゃあ、ラーメン好きなら外せないお店ですねー。お次は南大沢駅から徒歩10分。当チャンネルでたびたび登場しているこちらのお店。チクテベーカリー。閑静な団地に佇む人気のパン屋さん。自家製の天然酵母を使用したパン屋さんで、ハード系パンやサンドイッチが人気。1時間以上並ぶことも珍しくなく、人気商品はすぐ売り切れてしまうんだとか。食べログの八王子パン屋ランキングでは堂々の第1位。まさに、八王子市内で一番有名なパン屋さんです。お次は、ところ変わって、北八王子駅から。駅徒歩10分のところに構える、こちらのお店。豆腐屋、うかい。八王子市が誇る、高級料亭。名物は、濃厚で滑らかな、豆水豆腐。大和田店は、豆腐工場が併設されているため、出来たての豆腐をいただくことができます。他にも、大豆そのものの旨味を生かした、数々の豆腐料理や、旬の食材を使った、季節の盛り合わせなどをいただくことができるんだとか。食事の見た目はもちろん、内装や庭などの雰囲気も、超一流。高尾に本店がある、超名店です。続いては、おしゃれで綺麗な街、八王子南野から。駅から徒歩7分のところに構える、こちらのお店。菓子工房、ベール農家。可愛らしい外観の、洋菓子店。モンブランやティラミス、イチゴショートなど、旬のフルーツを使った、おしゃれなケーキを販売。アップルパイやクッキーなどの焼き菓子も人気となっています。洋菓子店ながら、Google の口コミ数が、なんと500件超え。八王子市内でもトップクラスのスイーツ店です。お次は、Google の口コミ数が760件超え。50メートル離れた場所からでも、長蛇の列がよくわかる、こちらのお店。中華そば専門店、五右衛門。西八王子が誇る、最強のラーメン屋さん。看板商品の中華そばは、個人的に過去一美味しい醤油ラーメン。スープには旨味が凝縮されており、玉ねぎとの相性も抜群の一杯となっています。ピーク時は長蛇の列ですが、回転は早いので、並ぶ時間は短め。行列ができていてもおじけずに、ぜひ並んで食べていただきたいお店です。それではいよいよ、Google の口コミ数千件超えのラーメン屋さん、トップ3を紹介します。皆さんは何箇所行かれたことがありますでしょうか。では行ってみましょう。第3位は、八王子駅から徒歩7分。Google の口コミ数が1300件を超える、こちらのお店。煮干しいわしラーメン、縁。食べログランキング東京で1位を獲得したこともあるお店。看板商品の背脂煮干しいわしラーメンをはじめ、つけ麺も人気。煮干しのスープは、えぐみのない、上品な味わいとなっています。5年連続で100名店にも選出されており、2017年には、八王子お店大賞も受賞。ラーメン好きなら知らない人はいない、有名店です。
第2位は、Google の口コミ数が1360件超え。行列必至の超人気店。ミンミンラーメン本店。一番有名な、八王子ラーメンのお店。ラーメン並盛りは、600円とお手頃価格。シンプルでありながら、レベルの高い、王道の八王子ラーメンとなっています。道の駅では、お土産用のラーメンも販売されており、その知名度は絶大。休日には、車も止められないほど行列のできる、人気店です。第1位は、Google の口コミ数が驚異の1800件超え。八王子駅から徒歩6分のところに構える、こちらのお店。一発ラーメン、八王子本店。八王子で一番口コミ数の多い、ラーメン屋さん。とろろやめかぶなど、ちょっと珍しいものを使ったラーメンが売り。他にない味わいが癖になる、一杯となっています。スタッフさんお決まりの掛け声、&ポーズも有名で、店内は活気があり、明るい雰囲気。福生や相模原にもお店を構える、人気店です。いやー、名店ばかりでしたが、皆さんはいくつ行かれたことがありましたか？もし、この動画が少しでも面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。